議長より登壇の許可を得ましたので、ただいまより山口優子一般質問を始めさせていただきます。たくさんの傍聴の方、大変ありがとうございます。それでは、まず私は別に市長からも職員さんからも頼まれていないんですが、今月の司法が変わったということを皆さんご存知でしょうか。私は自分の一般質問の勉強もあって、いろいろな届けられた中で司法を探してたんですが、えとか思ってですね、すごく私はこの司法を見てですね、なんか嬉しかったんですね。で、より強く頂点を目指してっていう、こう次の世代の若い女性がですね、乗ってて、で、今回から変わりますということで、またもやこの1ページを開いたらですね、酒用の素晴らしさっていう、これも職員さんが、趣味として取られてるんですと思うんですね。だけど、もうこれ見たときにですね、なんかゾクッとするようなですね、なんか喜びっていうか、嬉しさっていうか、酒用ってすごいなっていうのをとても感じました。で、これを見たときにですね、あ、また来月号とかですね、再来月号が、ここに登場する人がどんな人が出てくるんだろうとかですね、そういう自分自身に喜びを感じたところです。そんな風に武雄氏はいろんな面で次々に新しいなんか企画とかですね、政策が打ち出されております。で、ご存知の通り行政視察もですね、いろんなところから大きい自治体もですね、武雄氏をこういろいろ勉強したいということで訪れていただいております。今回ですね、一番話題になっているのが図書館問題で、図書館問題であります。私の方にもですね、いろんな方から問い合わせとか質問が来ております。私はこれを市長から最初受けた時には自分なりにわーとかいう気持ちのこう半分以上ワクワクっていうか嬉しいなっていう気持ちでいっぱいだったんですが、その後、いろんな価値観で、私のお尋ねになる方たちが不安とかですね、心配とかいろんな問題を抱えていらっしゃいましたので、できるだけ今回は条例改正という形で上がっておりますので、そこに触れないようにですね、市長がこれを放送として発表されたということに関してですね、質問をしていきたいと思いますし、私の方も今いろんな方からお話が上がっているところをですね、できる限り、市民の皆様にお伝えしていければと思っておりますので、今回はそういう質問にさせていただきます。で、図書館問題ですが、私も旧山内町の時に図書館懇話会という形で、図書館が欲しいという形で一生懸命活動しておりました。で、旧山内町の時に本当に欲しくて町長さんもいいですよという形だったんですが、なぜか議会で通らなく、合併前に図書館はできることができませんでした。それはやはり価値観の違いで、今回の伝えとかそういう形の、民間委託というか、そういう形にもなってくるとのそういうのに関連してくると思いますが、やっぱり私は伊万里図書館ができた時にですね、本当にすごい、皆さんもご存知と思いますが、あれは市民からですね、市民の声で作り上げて、あれができてお尋ねするともう今年17面に入るそうです。あの図書館ができたときに、あそこまで大きくなくてもいいけど、山内町にもああいう場所が欲しいと思って活動しておりましたが、やっぱり価値観の違いでですね、議会の中、結構長老の議員さんたちとかですね、価値観がちょっとある一定方向の、議員さんたちで、本はお金がかかるし、そういうのを作ってもっていう最終的な報告でならなかったように思います。その時には私はやっぱり同じ平等にスポーツ施設がいろんなものがあるように、文化施設、知的教養を高める場っていうのも同じ町民だったら平等に受け入れられるんじゃないかという思いで一生懸命言っておりましたが、叶いませんでした。だからいろいろその時にもうすでに図書館構想がですね、伊万里図書館のように子どもたちのお話の広場が大きく用意されてたり、本が並んでる横にもう座席、本を自由に読める椅子がたくさん用意されてたり、それはふかふかの椅子が初めて見るようなのとかですね、勉強のための椅子とかがあって、市民活動の場所もあり、ホールもありということで、もうとても羨ましいものができたのを覚えてます。それ以来私は、武雄市に合併になるまでずっと伊万里図書館を愛用しておりました。で、
合併とともにですね、利用ができませんということで私お断りされたんですが、図書館合併してからですね、なかなかどういうわけかわざとっていうかそういう形でもないんですが、エポカルにはなんとなく遠のいてたような気がします。で、今回そういう話が上がってですね、ワクワクしてる分とかそういうところで市長の構想を聞いていきたいと思います。まあ、いろんなところでお話をされておられると思いますが、やっぱり市長が基本的にこれだと思われたところをですね、皆さんに発表していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。すいません、その市長の構想というところをですね、もう一度ここで基本的なところの話を聞かせてくださいという形でお願いします。岩田市長、まず武雄市の図書館は素晴らしいんですよ。それはもうその通りなんですね。しかしね、ここで止まっちゃダメなんですよ。前答弁をいたしましたけれども、じゃあなんで休みがあるのって。だいぶ図書館の職員頑張ってね、もともと90何日休みだったんですね。それが34日までなったと。だけど例えば夕方の6時以降に開けるってなると、いやいや市長、これだけ人件費がかかります、あるいはこういうこれだけ空調がかかりますね。だから我々としては限界のところまで頑張って、で私は図書館のサービスっていうのはユニバーサルサービスだというふうに思っていて、365日、そして朝9時から夜9時まですれば、全部が全部とは言いませんけれども大多数の市民の方々が訪れていただくということ。そして図書館は確かに図書館法に書かれてますけれども、それに加えて現在は映画とか音楽とか、さまざまなそういうその何でレガシーですよね、遺産を含めて我々としてはそこを吸収してまた発信をしていただくということを考えた場合に、これは公ではもう無理だということを考えます。で、別に僕は伝えが好きとか嫌いとかじゃなくて、要するに365日、朝9時から夜9時までやってくださるところ、あるいは代官山蔦屋書店に議員行かれたと思いますけれども、あれほど その市民価値の高いサービスを提供ができるということからして、私はこれは率直に言って本来望まれる図書館だろうということを思いますがね、図書館っていうみんなね固定観念がありすぎなんですよ。固定観念が。だけど今はもっと市民が進んでます。もっとこういうのを読んでみたいとか、もっとこういう芸術に触れてみたいとか、あるいはそこでいろんな発信をしたいって、それに応えるのが我々武雄市政だというふうに思っています。そういった中で私は第一にやっぱり考えなきゃいけなかったのは、今までのもう努力はそれは他とします。さあもう散々6年間言い続けましたから、ですがもうそれだけではもう限界だと。だけど半歩進める、一歩進めるという意味では民の力を借りて、しかもどこでもいい民じゃなくて、それはしっかりとした企画を有して実態を有するところではダメだということからして、私は CCC にお願いをした次第であります。経緯等については先に遠国に行って触れておりますので、我々の思いと CCC のねその思いというのが一緒になって、より高い市民価値が上がるようなサービスをしていただくということを期待してますし、それについてはいろんな注文お願いをしてまいりたいと、このように思っております。4番山口優子議員。はい、私もですねこの話を聞いたときに、やっぱり今回ですね、私は5月29日に千代田区立の日比谷図書館と代官山のですねこの新しい形の蔦屋書店に視察に行ってきました。やはり見ないとですね、実際を見ないと市長から受け取る話でもですね分からないだろうということと、それだけ市民の皆さんが私に、お茶を飲みながらとか食べながらとかいう形で質問されるわけですよね。その時に私もどう答えたらいいのか、まあ、そういう形もあって一応見てきました。やはり規制観念というか、それは大きいなというのをすごく感じました。で、まあ、視察をしている中に、やはりこのブック&カフェっていうのは
世の中の流れとして2003年ぐらいからですね、そういう話が湧いてきて、カフェ、本とカフェですね、そういう形が打ち出されてきた世の中の傾向かなというふうにも思われました。それで、モニターをちょっとお願いしたいんですが、最初に、一番安心できるのはこういう形を皆さん安心できるんじゃないかなっていうので、千代田区立の日比谷図書館を先に行ってきて、結果思ったんですが、これはまあ後から環境の問題のところで、このグリーンの多さっていうか、日比谷公園の前の図書館ですね。で、これが日比谷公園ですね。で、これが地下にあるレストランです。で、これはレストランでも本を読みながら食事をするっていうことができるっていうふうに書いてあります。しかし私たちがここで食事した時には誰も本を広げてですね、ご飯を食べてる人はいなかったです。で、本を調べたりとか、ここを一日ここで過ごしたいなっていう時には、このレストランっていうのはとてもいいなっていう雰囲気もありましたし、まあ、洒落たですね、場所だなっていうふうに感じました。で、これもそうです。これは区立の、図書館のレストランですね。で、これが、カフェです。お茶とかですね、それとここはショップが一緒になっております。で、ショップですね、文房具とかショップなんですね。はい。ライブラリーショップ&カフェっていうふうになってます。で、ここが図書館の自室なんですが、ちょうどこう、日比谷公園のグリーンを眺めながら、ここに席が、こんな風に席が設けてあって、それで、さっきのカフェからですね、飲み物を持ってきて、ここでゆっくりとお茶が飲みながら本を読めるっていう形にされてます。で、これは広い勉強するスペースなんですが、心ももちろんカフェから持ってきたお茶、あと自分のうちのペットボトルのお茶とかですね、蓋がついてるものだったら OK で、とても静かで、本当にちょっとこう視察するのも気の毒なかなというぐらいの、本当にいい感じの図書館でした。まあ、これは、という形で、やはり食べ物って言った時に結構反響が大きかったので、ちょっとこういう形で上げさせてもらいました。で、やっぱり本を借りて帰った時ですね、私も借りて帰った時には、まあ、皆さんどうやって本を読まれているかわからないけど、食べ物を食べながらとか飲食飲みながらっていうのに抵抗がもしあられるんだったら、やっぱり家に帰った時でもですよ、お茶とかそこに置いたりして飲むわけですね。まだ家で飲む方がカップに蓋もしてないし、やっぱりそういうのから考えたらですね、こういうところで飲みながらお茶をするってことは、もっとマナーも守れて、なんかそういう本汚したりとかそういう心配はないのかなっていうふうに思いました。まあ、こういう問題をですね、市長が構想を発表されたときに、飲食っていうところでですね、とても心配なさっている方がいらっしゃったので、まあ、そこら辺の見解も市長にお聞きしたいと思います。平田市長。私も日比谷の本図書館は伺っています。そして、いろんな今、本屋でもブック&カフェっていうのがもう当たり前になってるんですね。例えばここで近いところで言うと、天神のアップルストアの近くにツタヤがあります。でツタヤの中に、まあ、ツタヤ書店ですね、書店があって、2階が CD とか DVD なんですけども、3階かなっていて、それぞれその表のところに出して、スターバックスが運営をされています。ですので本を読みながら、あるいは買った後でもいいですし、そこでこうお茶を飲みながら、そこでステーキなんか出ませんから、ですので、それでこうそういうなんか楽しみながら本を読んでいるということで、ブック&カフェっていうのが繰り返しになって恐縮なんですけども、一つの本を読むスタイルにこうなっていくということ、くつろいで読むという意味からすると、私はそういう環境っていうのをぜひ提供したいなというふうに思っております。4番、はい、山口部、はい、そういう形でやはり飲食っていうのが初めてこちらの方で
お目見えっていうか取り掛かるようなこう図書館になるからですね、やっぱり初めてだとやっぱりそういうね、どうなんだろうっていう疑問はあって当たり前かなっていうふうに思いまして、私もそこに行ってみてですね、これが本当そんな問題ではないんだなっていうことを感じました。逆にそうやって公でそんなふうにしてお茶飲みながら本読むっていうのがとてもマナー的に環境的に素敵な雰囲気っていうか、そんな悪い雰囲気には全くなかったということをお伝えします。あと常々私は環境という形で緑とかですね、グリーンがたくさんあることとか、そういう環境のことで一番気にするんですが、やはりこう、そんなところでは東京とか都会の方がですね、そういう緑に関してとかそういう環境に関してとかにはとても長けてて、そういうのを必ず取り入れて目の前にグリーンを置いた本を読める席とかですね、そういう風になってるのを感じました。そして、ここに行きますが、これが、今市長が、大変1500店舗の蔦屋さん、ローマ字でいう蔦屋さんのチェーン店が今までやってる本屋さんじゃなくって昨年12月にオープンしました。これは漢字で蔦屋書店っていう風に出てますが、こういう老舗的なですね、なんかちょっと格が質が高いっていうか、そういう図書館なんですが、こういう風にすっごいこう緑をですねの取り入れ方、そういうのがですね、私はとてもこっちの竹尾でもこういう形を取り入れてほしいなっていうふうに思いました。それはやっぱり私が自動販売機とかいろんなところに目についたりしないように、やはり文化施設は文化施設のように、そしてこういうグリーンでたくさん覆われたところにいい環境を作るっていうか、そういうことを私としてはですね、私としては望みたいところなので、ぜひともこうエポカルのあの空間っていうか、あの緑、もっと緑を増やした感じでこういう環境づくりをしていただきたいなっていうふうに、そこのところもすごく思ってるんですが、市長の見解を聞かせてください。岩田市長。実際今図書館っていうのだけ市の図書館ですよね、考えた時に結構やっぱ緑ってあるんですよ。あるんだけれども使えない緑なんですね。なんでここに植え込みがあるんだろうかって、でしかも遮断してるわけですよ、下界と内界を。まあ、おかしいですので、ああいう植え込みは取っ払って、例えばね、まあ、ここは議員と見解が違うかもしれないけれども、例えばそこを簡単な芝生にする。でそうするとあそこは日陰の日差しになってるんで、子どもたちあるいはお子さん連れがね、そこで本を読みながらカフェを、そう室内だけじゃなくてちょっと外に出てみようとかっていうふうにもなります。そしてエントランスの部分にあれなんていうんですかね、こうなんかこう勝負勝負じゃないよ、こういうのあるじゃないですか、こうハートマークの、いや LED じゃなくてなんかね、ちょごめんなさい、覚えたんですけど緊張しちゃって、もういっぱい傍聴いるから、ね、あるんですよ、こういうのが抜きて、それをドーンってあって、ね、それは見るだけだったらいいかもしれないけれども、例えばここ CCC の蔦屋書店の場合だと結構その緑の、まあ、ここは植え込みが映ってますけれども、結構やっぱり中に入れるんですね、その緑の中にも。そういうふうにこう親しまれるようなその緑、触れられるようなその緑っていうのを可能な限り入れていきたいと、このように思っております。4番山口優子議員。その環境づくりっていう一つでですね、やはりこういうタイプの図書館があるとみんながこう行きやすいっていうか、一日過ごしやすいし、ここは犬とかも一緒に来れるように、犬がそこで休憩するじゃおかしいですか、そういう場所も用意されててですね、今度こういう形で利用できるっていうのは市民にとっては幸せだなっていうふうに感じてきたところであります。で一つはやっぱり本が楽しいですね。まあ DVD とか CD とかですね、いろんなものが新しいジャンルで増えてきてますが、やはり今本離れっていうところから、やっぱり本が楽しいっていうのを一つ作るっていうところでは、とても新しいこう画期的な取り組みじゃないかなっていうふうに私は思います。で
さっきの飲食じゃないですが、私も自販機の時に あちこちにあるんじゃなくて、自販機コーナー、飲食コーナーというふうにきちんと場を持つということで言えば、このレストランとかカフェもそういう意味でいいあのマナーとかそういうのが育つんじゃないかなというふうに思っています。あとこの代官山のこう塚屋さん大人向けとか、それはこうそんな高級向けでとか言って竹尾には馴染まないんじゃないですかとか、大人向けで子供は生きにくいんじゃないですかとか、そういう声も聞いております。で、あの代官山にの塚屋さん行った時に、あのこういうキャッチフレーズっていうか、本にお帰りなさいませっていうようなこういうですねキャッチフレーズのリフレットを用意されててですね、とてもなんか本当に本に親しむっていうか、もう一度本に帰ろうっていう形がよく分かってて、なんかまあコミックワンだとかいろんなもので、大変なこう図書館になるんじゃないかっていうですね、いろんな心配もありますので、そういうところを踏まえて市長の、あの放送をお聞かせください。岩田市長。代官山の蔦屋書店でこれで言うとですね、ちょうど向かって右側の方の奥のところに、あの子どもたちの遊具を入れたスペースがあるんですね。その一角っていうのは必ず今回の図書館でも取りたいと思っていますし、あの図書館っていうのは全世代の皆さんたちに親しまれなきゃいけないと、いうことになりますので、そこはきちんとやっぱ配慮したいと、思っています。ですので今例えばまあ、あと質問があろうかと思いますので、もうこれぐらい答えしていますけれども、今のサービスよりも悪くはならないと、必ず良くしたいということは今思っております。4番、山口横銀。はい、あの子どもたちがやっぱりブックスタートに始まって、子どもたちが本に親しむ環境とかですね、今も図書館をそうやって愛用されている方がですね、やはり子どもも安心して親子連れで行けるようなですね、場所をあの市長さんしっかり、作ってくださいねっていうことでたくさん寄せられてますので、そこら辺も踏まえて、構想に入れてほしいっていうのと、あとやっぱりこういうふうになると、あの市街とか県外からたくさんのお客さんが来られると思うんですね。やっぱりそれだけ揃ってるところに行ってみたいし、こういう空間で時を過ごしてみたいなっていうこともありますので、日比谷図書館ではあの区民優先席ですね、そういう形でやっぱり武雄市民の方を優先する席っていうか、そういうのも必要だと思うので、そこら辺もあの入れていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。岩田市長。あの具体的にちょっと言います。ですね、これあの5月4日にこう発表したパースの一部なんですが、子育てのスペースは、これあの何でしたっけね、子育てのサークル、エポカルフレンズの中にあるんですかね。でそこの方がおっしゃってましたけれども、我々ね奥の方にちょっと持っていこうと思ったんですよ。あの子育てっていうかお子さんたちと一緒に。なんかカチ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 してますけど、それで、そこにちょっと持っていこうと思ったら、いやそこはちょっと奥は行きづらいと、要するに子どもさんがちょっと泣いたりしてるとなかなか奥に行きづらいということなんで、表の方にこうしてほしいと、場所をですねということで、 CCC と今ないない、あの調整をこれからちょっと始めますけれども、我々とすれば今ここカフェをここ作ろうと思ってたところの後ろの方に、今と同じですよね、今と同じのところにあの本とかを拡充して、もう少し遊具を入れて、しかも日の当たるサニースペースですよね、そこをあの子育てのスペースにしようと今調整を始めようとしています。で、あのここのカフェがもう少しちょっと前の方に出てくると、いうことにして、ある程度遮断をしつつ子どもたちがこう自由に遊べるという方向で持っていきたいと思っています。ただこれについてはあのよく話を聞こうと、子育て の, あのグループの方とか議会の皆さんたちに話をちゃんと聞こうというふうに思っております。それもう一個何でしたっけ。市民、これはですね、あのおっしゃる通りです。ですので、これはあのちょっとどれぐらい人がお越しになるかということをもうちょっとあの我々ちょっと算定しなきゃいけませんので、場合によってはその市民優先というのがなかなかこうできないということを判断した場合に、あの日比谷図書館であるようなその市民優先席を、ぜひ作りたいと思ってますが、
ただこれについては、我々とすればなるべく多くのお越し、他教にねお越しいただいた方々に等しくやっぱ提供したいと思っておりますので、それは需要と供給がずれた場合に、ずれそうになった場合にそこは検討していきたいと、検討というのはしないという意味じゃなくてね、ちゃんと調整をしていきたいというふうに思っております。4番山口優子議員、はい、やはり、まあ、こうやってお伝えいただいたらですね、いろんな市民の方の不安とかそういうのはですね徐々に分かっていただくと思うんですが、やはり市民の方のですね声が一番だと思うんですね。やっぱり第一にそのサービスを考えて、多分市長もですね本当に竹雄市民のことを考えてのことで一生懸命行政に携わっていただいているのは本当に分かりますので、たくさんのこれからいろんなことを選定していかないといけないと思うんですが、その時にやはり市民のですね声を一番に聞いていただきたいということをまず言っておきます。あとそれによって価値は、まあ、市民の方もですねいろんな価値があると思いますが、まあ、前例とかいろんな規制観念とかいろんなのをですね柔らかくしてスムーズに進めていただきたいなというふうに思います。あともう一つ、山内町で、図書館が欲しくって懇話会の活動をしてた時に、一番高齢者の方ですね、老人の方もですねゲートボールとかグランドボールゴルフとかですね、そういうのばっかりじゃなくって本が好きだっていう人が熱心にですねそういう居場所が欲しいっていうことで言っておられました。多分こういう素敵な図書館になると高齢化社会でもありますので、高齢者の方がですね行きやすいような、作りですね、あと障害者の方もですね入りやすいような施設にしていただきたいというふうに思っております。また私が見てきてですね文具類とかそういうので先ほども、銀さん7番銀さんも言っておられましたが、地域の心配とかもされてましたが、まあいわゆるここにある日比谷図書館とか代官山の図書館はこうなんていうかな、高級志向とかそう値段が高いものばかりではないですが、とても目の保養になるような、世界のボールペンとか万年筆とかですね、あと普通こちらではあまり手に入らないような文具っていうかな、そういうちょっとおしゃれなものとか、そんな形、とか新物にできるとかですね、そういう形の、案内の仕方だったように思います。まあそれが、そのようになるかですね、今から決まっていくことだと思いますが、とてもそういうところで心配している方もいらっしゃったということでここで言わせていただきたいなというふうに思います。で、こういうふうに自動支払い機とかですね、あとここはですねサービスが本当に豊かで、60歳以上の方は DVD レンタルが無料とかですね、代官山の方です。これはちょっと釣り悪いですが、レストランですね、夜遅くまであるのでバーみたいなんですが、とても珍しい本が側面に、展示されてて、これは自由に読みながら飲んだり食べたりできる形ですね。これは代官山の草屋ですね。とても高級感があってあるんですが、まあこういうところを考えれば皆さん竹雄に行きづらくならないように竹雄にあったような図書館にお願いしますねっていうのは、まあ、そういうインターネットとかこういうので見た人がそんなふうにおっしゃってるんじゃないかなっていうふうに思いますので、そこら辺もですね、考えてこれからの、まあ、今度議案が通ってからのことでありますが、そういうことを大事にしていただきたいなっていうふうに思います。何度も言いますが本当にいいものであるわけですから、やはり市民の方の声をですね重々聞いて、皆さんが満足いけるとまではいかないかもしれませんが、市民のサービスですね、そこの市民の価値向上と、あと知的活動の文化施設の拠点、いろんなところの意味を含めてですね総合的な素晴らしい、場所になるようにですね進めていっていただきたいと思いますので、もう一度市長の見解をお尋ねいたします。岩田市長、求めがあれば、7月に市民説明会も、開催をしようと、これは先に答弁した通りなんですけれども、併せて今我々がちょっと考えて教育委員会と考えておりますのは、大規模な市民アンケートを取ります。これはちょっと7月になるかちょっと8月になるかはちょっと我々に任せていただきたいんですけれども、いろんな項目を立てて、まあ、かなり、まあ、1000人規模の、無作為抽出の、しかもできれば
対面で、まあそのうちの何割かはね、あの単に丸×とかじゃなくて、いい悪いじゃなくて、こういうのが欲しいとか、こういうことをしてくださいということも含めて、大規模なアンケートを取りたいと思っています。そういった中で、まあ、集会であったりとか、そういう市民アンケートであったりとか、あとどこかのタイミングで、これ、Facebook のページも立ち上げます。でそれでなかなかこういうアンケートとか、集会にこう、ね、来れないような人たちでも、気軽にこう意見をこう言えるような、ね、のをこう作った上で、意見を集約していこうと思っております。ですので、まあ、市民第一だし、まあ、我々がやろうと思っているのは市民価値を上げるということですので、市民のお声に沿う、あるいは半歩前に進むというようなものを出していきたいなと思っています。ですので、代官山のこの、ね、高級感あふれる蔦屋書店がそのままというのは、ね、ありませんしね、だからそれは本当にこうくつろいで、本当にこの武雄市の図書館というのは、新武雄病院もそうなんですけども、本当に良くなったねと。いうふうに思ってくださるようなさまざまな展開をしてまいりたいと、このように考えております。一応4番山口優子議員。はい、そうですね、市民の大事な税金が1億4500万ですね、図書館運営に、動いてるわけですから、本当にこれが十分なですね、価値があるようにさらになっていくことを望んでいます。あと私はですね、やっぱり先ほども言ってありましたが、現場を見ないとですね、分かりません。本当にですね、いろんな活動している人も、こことか日比谷図書館とか代官山のその図書販売店ですね、そういうところを見たらですね、今こういうふうな価値観とか、こういう流れがあるんだとかですね、のが分かるので、ぜひともなんかそういう団体、できれば三日月の悠々とか子育て支援センターとか、そういうところができるときもそうでしたし、今里の図書館の市民図書館もできるときもそうでしたが、活動している人とか子どもたちまで入れて実行委員というか、そういう体制が作られてきてますので、そういう方たちの体制ができたら、やはり現場にですね、見てきてほしいなって思うし、それを見てからの検討っていうのがとてもいいと思います。私たちは政務調査費で、まあ、なんとかいいと思いますが、まあ、そこまで行政も準備段階で旅費的に融通が利けば、そういう手立てまでされたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。矢田市長。今前田副市長がそういう方向で考えているそうです。4番山口優子議員。そうですね、いろいろな形でですね、内容のいいスムーズにこういう話が進んでいくことを望んでますので、押し付けのないような形でみんなが楽しみにできる図書館サービスを望んでおりますので、よろしくお願いいたします。では次の質問に行きます。学校給食についてです。食育基本法が平成17年に制定されまして、まあ、その後21年に改正されておりますが、武雄市統合計画が平成19年に、策定されております。それからまあ5年間経っております。まあ私もいろいろな食育の会とかにはなかなか参加することもできなかったりするんですが、とてもいい活動がなされているように思います。武雄市における食育の、まあ、推進の状況をお尋ねいたします。浜原子ども部長。平成19年度に岩田市長の熱い思いで全国的にも類を見ない食育課を設立し、また平成20年度には我輩よか武雄の食育推進計画を策定して、学校給食の、教育分野でありますとか、地産地消を推進している農業分野でありますとか、健康づくりの保健分野でありますとか、食と関わりの深い分野と連携して推進をしてまいりました。食育課では推進計画の策定また進行管理等を図りながら、調整役またリード役として講師の派遣、それや啓発的事業の実施等をしてきたところです。市長4番。4番山口優子議員。はい、
私も食育課ができてですね、よかったなと思って、質問もさせていただいてたできた時にですね、いろいろなお願いもしておりますが、やはり食育の推進事業が、いろいろと今も言われましたように武雄市は積極的に取り組んでいると思いますが、やはり子どもたちを取り巻く環境っていうのは、やはりアレルギーとかアトピーとか、また肥満、糖尿病、生活習慣病とか、やはりそれが増加する形であり、個人の好みで、食生活のスタイルがあったり、食の多様化で、そういう病気ですね、あったりするんですが、増加しているというふうに、この今度の2次のですね、食事推進計画ができておりますが、やはりそのようなことも大変な危機を迎えていますということもここに書かれておるのが事実であります。それに対する形で、やはり子どもの朝食の欠食とかですね、やはり孤食っていう形で学校給食にかかってくるこうウェイトっていうかな、そこが大きくなってくると思うんですが、そこら辺の取り組みとしてはちょっと教育長に聞きたいと思うんですが、どのような形で学校は力を入れていらっしゃるでしょうか。ブラボー教育長。お話のように食育は非常に大事なものだというふうに考えております。で、学校給食でありますが、一つは今お示しになりましたですね、武雄市の食育推進計画が、要するに幼児から高齢者までの生涯を見通した計画でありますので、その児童生徒期の部分を学校給食でしっかり担うと、それがまず第一ですね。もう一つはやっぱりその子どもの時代に障害食育の意識を植え付けると、それが可能かということですね。で、最終的にはやっぱり食について、自立した人間を育てる、食生活の習慣まで含めてですね、そういう子どもたちが育つということが最終目的だと思いますので、その中で一番効果的に指導できる児童生徒期の学校給食という面で充実されていきたいと思います。4番、山口優子議員。はい。学校の、畑とかですね、そこで野菜を作ったりとか、いろんな形で子どもたちもですね、関わって給食でそれをいただいたりとかですね、地産地消とかそういう推進もなされているようですが、学校給食といいますと、やはり学校の栄養士さんですねのお力も大きいと思うんですが、武雄市においては今何人ほどですね、その人数が他の自治体においては多いのか少ないのか、力を入れてらっしゃるのかですね、ちょっと分かりませんが、そう、武雄市において何人ぐらいいらっしゃいまして、どのようなことに力を入れて運用されているか、ちょっとお尋ねしたいと思います。ブラボー教育長。武雄市内小学校11校中学校5校あるわけですけれども、合併後も山内町北方町にセンターにいらっしゃった方が残っておられますので、16校で6名の栄養教諭の方が4名、栄養職員の方が2名、6名いらっしゃいます。で、今年度は大体仕事としては小学校だけをこう担当したがしやすいという話もあったんですが、今年度は中学校区に1人ずつ、そして武雄中学校は区は2名という形で、小中を通して、職域に当たってほしいというふうにしております。で、今その栄養教諭という方は教室に入って指導されていいわけですので、そういうふうにしてできるだけ入りやすくなるように兼務の事例をかけてお願いをしております。で、なお今年度は、前も言いましたけれども、その栄養教諭を中核とした食育推進事業ということを文科省から委託を受けておりまして、その一つの方法として、栄養教諭の方だけが熱心にやってもできるものじゃありませんので、ご講授を給食の時間とわざと位置づけまして、そして他の先生方も保護者の方も子どもたちも意識して食育を考える
1年なり2年なりにしたいというふうに思っています。4番。4番、山口郵便。はい。はい、5時間目を給食の時間っていうのは、なんか聞いてもいましたが、そういう意味で、給食に力を入れるっていうか、そういう栄養士さんのですね、力を借りて、まあ、教育っていうか食育っていうことに努めていくっていう意味で5時間目を給食っていうふうにされているわけですね。で、私はなんかある時2006年であります。その時初めて食育っていう形で佐賀県も力を入れている時にですね、私もそれに参加したんですが、佐賀県唐津市浜玉中市立の浜玉中学校がですね、県産食材日本一の 100% です、ね、給食っていう方で給食をしてるっていうことでとても評価されてですね、そこの給食を私も食べに行ったことがあるんですが、その時にしっかりと活動なさっておられた、福山先生が今武雄市にいらしてるっていうことですね。まあ、その時も教育、唐津市のですね、教育課のスタッフとともにですね、そういうことに取り組まれてきたっていうことを聞いておりますが、今現在、その先生を中心にですね、画期的なこういうまた新しい取り組みが、まあ 100% までは難しいかもしれませんが、そういう推進を目標として、活動されているのかどうかお尋ねしたいと思います。浦和教育長。数値目標をどういうふうに掲げるかというのは非常に難しくて、その 100% が全てとなるとですね、なかなかこれ非常に難しいわけで、現在食の比で竹雄食の比で 60% 前後は達している。これはまあ県内では高い方だと思っておりますが、しかしどうしてもですね、外から例えば魚とかなんとかになればですね、どうしてもそうなるわけであります。ですからそういう面で 100% を目指すかということじゃなくて、恒常的にですね、平均していつも地元の生産物が子どもたちの給食に調理されると、そういう形のコンスタントにそういうふうな状況が作れたら意味としては大きいんじゃないかというふうに解釈しています。一応4番。4番、山口郵便。はい、すいません、質問の仕方が悪かったかなと思いますが、 100% というのはですね、浜玉でやはり唐津市が海も面してて魚も唐津産ということで、まあ、いろんな形の協力があって 100% になってたと思うんですね。で、まあ、そういうふうに大きく活動された先生がいらっしゃるので、まあ、私としては地産地消という形でですね、武雄市においてもこういうご活躍をしていただいているのかなという意味で、まあまあ、竹雄市は今、まあ、いい線で50、食材ベース、食材の種類でベースがこう決まったみたいなので、昔の数値とは変わってきたと思うんですが、結構いい数字だと思うんですね。そこら辺をお尋ねいたします。鎌原子ども部長。お尋ねいただいております学校給食の食材の地産地消の、使用率といいますか、随分一次計画で随分進みました。実は一次計画の中では、現状値が 40% でしたので、それは重量ベースのことなんですけれども 40% でしたので、22年の目標値を 50% と設定をいたしておりました。その結果22年度の実績といたしましては 64.5%というふうに大幅に上昇いたしまして、大きな効果が得られたというところです。で、それを受けまして二次の計画の中では、今度は数値目標を、食材ベースということで設定をいたしております。で、現状が 50.2% という状況でありますので、目標値を 55% ということに設定をいたしたところであります。ちなみに県の目標値につきましては 50% という状況でありました。はい、長。4番、山口郵便。はい。ということは、竹雄市においては地産地消という形で、
かなり県の数値よりも上回っているということで進んでいるっていうことですね。で、まあ私も司法の先ほど説明も司法が変わったということで、お伝えしましたが、それと同時にこういうのも今度ですね、はい、入ってたんですね。まあこういうのも市民の何か促しっていうか、まあ推進によって出されてるんじゃないかと思いますが、そこについて、まあ食の力っていうことと毎月を19日を食の日っていう形で出されておりますので、そこら辺の趣旨をお聞かせください。鎌原子ども部長。ご紹介ありがとうございます。今ご紹介いただきました食の力でございます。これは6月の、司法との中に一緒に、配布をさせていただきました、二次計画の概要版でございます。で、そしてもう一つは、食育の情報誌ということで、司法の中に四季号という形で年4回食育の情報誌を織り込むことといたしております。で、皆様のご家庭でこの食の、食育の概要欄にこれ情報誌も閉じ込んでいただきまして、そして、手元に置いていただきまして活用いただければというふうに思っているところです。そして先ほどご紹介いただきました先ほどの食育の日につきましても毎月19日ということで取り組みを致すようにしております。これからいろんな情報発信をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。議長4番。4番山口雄子議員。はい、やはり食の大切さとかですね、本物の味味覚っていうところでですね、そういう教育は小さい時から身につけとかないと、やはり今選ぼうとしても自由にですね、インスタント食品とかファーストフードがあふれて、やっぱ多くの輸入食材もたくさん入ってくるわけですね。やはり小さい時、子どものうちにそういう教育をですね、しっかり身につけることが一番ではないかと思います。そしてやはり農業の推進にも地産地消というところをですね、しっかり取り入れていただいて、今TPP 問題で日本の農業も大きな岐路に立たされておりますが、子どもたちが大人になった時にどの食材を選ぶかっていうか、食べ物をですね、選ぶかっていうこと、一人一人にかかってくると思いますので、今ですね、このしっかりとしたこの食の教育、食育ですね、を身につけて自分の健康は自分で守る、そういう能力をですね、今のうちに身につけることが、まあ、大事だと思います。こうさな、まあ、竹雄はですね、地産地消、そういう意味でも、まあ、進んで推進できている方だと思いますが、さらなる食育の推進をお願いして、お願いしたいと思います。あともう一つ、学校給食の中において一つ質問いたします。今ですね、ちょうどこう、6月7日にニュースが載っていてですね、鳥栖市の学校給食でセンター式か自校式かっていうことで、いろいろな意見されているということが載りました。で、竹雄氏は私が山内町の時に、うちはセンター方式だったわけですね。で、新市になって2009年6月議会で、学校給食を山内も自校式にできないでしょうかっていう質問をしておりました。それは、給食センターが老朽化しているということと、中学校の改築になるということを踏まえてですね、やはり地元の食材を多く使える形とか、子どもたちがその学校で給食が料理されるということは食育につながるんじゃないかという意味でお願いをしていたところですが、今回東小学校、西小学校と予算化されておりますが、まあ、いつ頃からこの自校式給食が始まるのでしょうか、お尋ねいたします。小川教育部長。山内の学校給食センターにつきましては、それぞれの学校で単独方式で調理をするという方式に変えたいというふうに考えております。で、本年度ですね、山内東小学校、西小学校、山内中学校、それぞれ、設計の委託を行いたいというふうに考えておりまして、施工工事につきましては来年度ということになりますので、
平成25年の4月からはですね、あ、26年の4月からはですね、単独校方式で調理を改修したいというふうに考えています。はい、議長、4番。4番、山口議員。はい、今年予算化されまして実施されるのが、26年4月ということですね。あ、もう、この都通信の問題を考えれば一つの学校がマンモス化というかそういう形で学校給食に耐えられないからセンター方式にするとかいろんな形が上がってきておりますが、私は本当に今、子どもたちが減っております。西小学校も東小学校もですね、まあ、そういう意味考えれば老朽化とかそういう形で改築になりますので、この自校式っていうのが本当に良かったなっていうふうに思います。これがさらに進んで、地元の、食材ですねが、ふんだんに使われるよう地産地消に努めていただきたいなというふうに思っております。それでは次の質問にさせていただきます。次、2番目で福祉行政についてお尋ねいたします。この問題は、内容的には、みんなのバスに関わってくることなんですが、私は3月議会で、このみんなのバスが本当の意味のみんなのバスであるようにということで、いろんな問題を挙げさせていただいておりました。で、まあ、実施運行という形で本格的にはまだ、運行されてないということで、意見をお聞きしてですね、さらなる運行にということでしたが、あまりにもですね、その老人というか高齢者の方がですね、私がサザンカ層に、ちょっと用があって他のことで行ったんですが、もう1時間ぐらいですね、本当の意味のみんなのバスが必要かけんがお願いしますよ議員さん、今山だけじゃいかんよとかですね、いろんな声をですね、言われまして、もちろんもう最初は実験運行で区長さんが手を挙げていただいて実験しているわけですよということで説明もしておりました。で、要するに今回6月からまた実験運行が始まっているようですが、黒上地区、宮野、それと美作ですね、ここは駅もあるしもう交通に困らないようですが、今高齢化が進んでて買い物にですね行った時にやはりスマイルとかそういうところにバスが止まってて空席があったら行きは歩きで行ってっていいんですが、やはり帰りに大きな荷物になるわけですね。その時にもう空いてるのに乗せてもらえないということがとても不満で、これは何のためのみんなのバスかわからんっていうのをですね、香港と1時間ぐらい言っていただきましたので、3月にも言ったけどじゃあ6月にもお願いしてみましょうねっていう形で、提案させていただきます。やはりうちのような僻地っていうか今山のように公共交通が離れたところももちろんだったんですが、三坂地区とかですね、あと大野地区とかもですが、やはり買い物難民って言われるように高齢化が進んでおりますので、そういうのを踏まえて、運行を考えていただきたいっていう切なるお願いだったんですが、それに対して答弁をお願いいたします。岩田市長。まずちょっと経緯を少し申し上げますとね、みんなのバスは私が2年前 の、 市長選の時にやっぱりもう例えば北方町 の、 大戸家であるとか今山であったりとか、もう本当にここはさっき議員おっしゃったように公共の、バス等もないと、であるいはもう一人暮らしで誰にも頼めないと、もう横はもう何て言うんですかね、空き家が進んでいて、もうこのままだったら1週間あるいはもう10日以上もう外に出たことがないと、人の顔を見たことがないということで、補完的にまず始めようと思ったんですが、補完的にですので、それがこう全部みんなのバスになるとですね、これはさすがにちょっとタクシーの皆さんたちとかそのバスの皆さんたちの関係もそれはさすがに出てきますので、あくまでも市民の皆さんたちに訴えかけたいのは、その他どうしてももうどの交通手段であってもダメなところにね、優先的にこうしていこうというのがスタートの趣旨だったんですね。で、実際こう試験運行を始めていくと特に今山は区長さんを中心として、山口有効議員さんもそうですけど非常にうまくいってます。もう7、8人乗っておられますもんね。で、それでやっぱりこう考えてみたときに、さっきの話なんですよ。例えば今山に帰りますと言ったときに、そこにじゃあね空いてるんだったら例えば美作の方を乗せていくとか、
例えば大野の方が持ってそれがあってもいいでしょうって、やっぱね、規則より人の情ですよ。ですのでそこはそういうふうに思っていますので、これは柔軟に対応するように担当部署には指示を出しています。そして昨日僕はあのパソコン2周目の走ってたんですよ。昨日20キロぐらい走りましたけど、そしたら割とは私あの高齢者の女性にちょっとだけ人気がある方でしてね、あのちょっと集会に来てくれたいと言うて、なんか感謝されるかなと思ったら、いやみんなのバスここにも通してくださいと、要望活動がありましたので、ただそれはね毎日じゃなくてもいいと、もう週に1回でいいからこう来てほしいと。でどうしても私はいいけれど、その方も70過ぎの方だったんですけど、私のこの横のおばちゃんがね、どうしても出たいと、民生君がそれだけは叶えてくれるんですかと言われましたので、これもあの担当のつながる部にはちょっと指示をしてますので、あの実験運行でもう少しこう柔軟にね、あのできるようにこうしていきたいと。ただね、これ以上あのバスを増やすと、これは結構市の財政にさすがにまともに響いてくることになりますので、もう少しこう柔軟な運用をあのして、一人でも多くの方に喜んでいただくようなあの見解をしてまいりたいと、このように考えております。市長4番。4番山下山口雄吾議員。はい、まあ、そういうことも含めてですね、私もあの皆さんにですね、サザンカ層であのこういうことだから一生懸命考えてますということをお伝えしております。それと毎日だけ、毎日じゃなくていい、週に1回でもよか2回でもよかっていう形も言っておられますし、あとやはり今からの世の中を考えたら人口は減るんですが、やはり高齢化が進むという形で、今あの国の方では、まあ、65歳以上の高齢者の人口が2925万人ですね、ということは 23% であって、武雄市はうんと高くって12959人で 25.6% っていうふうにもう高齢化が進んでるわけですね。まあ、そういうことも含めて、まあ、市長が今言われたようにですね、そこにいらっしゃって、そこを美作駅とかを通っていくんだったら、空いてたらですね、そういう融通をしながら、これ以上バスもですね、都合がつかないでしょうしということも言っておりますので、そこら辺の融通を聞かせて、高齢化社会に向けてのですね、対応をしていっていただきたいなというふうにお願いしておきます。これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。以上で4番山口雄吾議員の質問を終了させていただきます。ここで議事の都合上10分程度休憩をいたします。